ようやく来たかい。浜子さん、これは一体。いらねえもん捨てるって言っただろう。こいつら私一人で出したんだけど、もうくったくたでね。残りはあんたたちに頼みたいってわけさ。布団買い替えるのかい。景気いいじゃねえか。あれ、誰もいねえ。女の子たちはどうしたんだ。あの子たちは一人残らずやめたよ。へえ。閉めるんだよこの店は。え、ああ。異人町再生シェルター。ブリーチジャパンの連中が浜北公園の先に作った施設さ。風俗で働く子やその家族が無料で住めるんだよ。無料で住める。じゃあ店の子たちはそこに。ああ、しかもシェルターじゃ職業訓練も受けられるし、ビザ取得のサポートもしてくれんだよ。日本国籍のないあの子たちにはこれ以上ない計らいさ。本当にブリーチジャパンがそんな施設を作ったのか。これからは同じような施設を全国に展開していくってよ。ここもブリーチジャパンが買い取ってシェルターに建て直すのさ。でもここがなくなったら浜子さんはどうするんだ。困るだろう。その辺もちゃんと考えてくれててね、私をシェルターの寮母にしてくれるんだとさ。でも給料もいいし、世話焼きの私にはもってこいの仕事だ。困るどころかありがたいね。ありがたいって。前はあんなにブリーチジャパンを嫌ってただろ。以前は出てけ出てけって言うばかりのうるさい連中だと思ってたさ。でも今回こうやって代替えの案をちゃんと出してくれたんだよ。なんだかんだ言いながらちゃんと考えてくれてたってことさ。話によるとシェルターは青木亮の発案らしいじゃないか。なかなか大した男だよ。私は見直したね。こんなこと言っちゃなんだが、選挙のための票集めじゃねえのか。今度の衆院選が終わったらシェルターなんて知らん顔するかもしんねえぞ。うん、そうだよ。政治家がよく使う手だって。なんてこと言うんだい。あの人はそんな薄情な男じゃないよ。じゃあお前たちにうちの子たちを救えたかい。何にもできやしないだろう。今日だって青木さんはお忙しいところわざわざ異人町まで足を運んでくれてんだよ。青木亮が今日異人町に。小笠原さんの葬式に参列するためだよ。青木さんはどんなに忙しくっても仲間のためならスケジュールを縫って駆けつけてくれる情の熱い人なんだ。それをお前らは大して知りもしないでつべこべ言うんじゃないよ。若が異人町に来てる。挨拶に行くか。いろいろと聞くチャンスかもしれない。俺も堀之内との関係を知りてえしな。バカ、相手は時の人だぞ。そんな簡単に近づけるわけないだろ。やれるわよ。葬式ほど簡単に潜り込める場所ないんだから。なんで最後まで張り切ってんだよ。悪い、浜子さん、ゴミ出しは別の日でもいいかい。え、どうしたんだい急に。ちょいと野暮用を思い出しちまってよ。仕方ないね。なるべく早く来ておくれよ。おう、悪いな。式場の場所わかるかい。異人町で葬式といえば中央通りにある斎場よ。野々宮の時に行ったでしょ。あそこか。よし、早速行こうぜ。バカにしてんのか。雨で見てんじゃねえよ。始末ぐに上げてやるよ。
ほら、かかってこいよ。俺の番だな。やがれ、やがれ、やめやるよ。ほら、かかってこいよ。ありがとうね。小笠原君、君と初めて出会った日のことを今でも昨日のように思い出します。間に合った。ちょっと通してくれ。俺たちは3列じゃない。何、あなたたちもブリーチジャパンなの？いや違う、でも小笠原は知らねえ仲じゃねえんだよ。無理無理、今日の3列車は親族とブリーチジャパンのみだよ。線香の一本くらいいいだろう。俺たちマスコミだって入れないんだ。おとなしくモニターで見るしかないよ。本日の式場をここ偉人町に設けたのは小笠原君が最も力を入れていた町だからです。誰よりも君がこの町の再生を見たかったはずだ。半年前、横浜に家族で移り住み、不退転の覚悟で町を変えようとしていた君の思いは、私が誰よりも知っている。町を慈しみ、町を愛し、町に根付くことで初めて町の一員となれる。だから自分は偉人町の住人になると言った君の言葉に、私は強く感動した。学生時代の学友として、同じ志を持った仲間として、そして、ただただ、君の親友として、本当に、本当に無念だ。君が最も可愛がっていた後輩の久米君が君の夢を引き継ぎたいと名乗り出てくれた。
君が命を懸けて作った道を必死に歩こうとしている人間がいる。こんなに嬉しいことはないじゃないか。だから私もその背中を押してあげようと思う。次の選挙、私は久米君をこの選挙区で男にする。これは民事党幹事長としての決意ではない。小笠原君、君の親友としての決意だ。私はこの偉人帳にかけた君の夢を必ず実現させる。それが叶う日まであと少し、天国で見守っていてください。彼の死を無駄にしちゃいけないわ。立派なもんだ、青木都知事。一番辛いのは青木さんだってのに。いい調子だったな。これで本当に小笠原殺しを青木が指示していたとしたら、とんだ名演技をね。あの野郎、久米を立候補させる気だ。何考えてやがんだ。おい、出てきたぞ。青木さん、久米氏に関しては正式な出馬表明と捉えていいんでしょうか。次の選挙、民事党の目標議席は。一言お願いします、青木さん。一言お願いします。どうか一言。総選挙への意気込みは。ちょっと押さないで。押さないで。ください。はい、通して通してください。青木都知事、ダメだ、近づけねえ。先回りしよう。先回り？都知事が電車で来るはずね。どっかに車止めてんだろ。そりゃそうだが、偉人町なんて駐車場だらけだぞ。全部見て回る気か？ねえ、前に週刊誌で読んだんだけど、マスコミに追われてる有名人って地下パーキングを使うんだって。追っ手を巻きやすいの。本当かよ。この近くに地下駐ある。でっかいのがあるわよ。川沿いに入り口があるわ。よし、行ってみようぜ。
お、マジか。おい、文句あるか？舐めるな。ビビってんのか？俺の番だな。舐めないでくれ。舐めるな。やるよ。頑張ります。やるか。よし、決まるな。いらっしゃいませ。いただきます。いただきます。ごちそうさまでした。ありがとうございました。お、ねえ、お、わかった。こっちはすぐに発信できるようにしておく。エンジンをかけろ。間もなく都知事が戻られるぞ。ピンがね。ナイスだぜ、サッチャン。ここで何してる？通してくれよ。都知事と話がして。ダメだ、下がれ。限界態勢、不審者だ。知事、こちらへ。おい、俺たちは不審者じゃねえ。勝手に決めつけんなよ。だったら何者だ？お前らマスコミじゃないだろ。都知事のファンだよ。握手するだけだって。ね？ダメだ。どうしても？ダメだ。ちょっとだけだから。あかん言うたらあかんのや。あかんか。あんたら関西の人ってか。せやったらなんや。つまり近江だな。ああ、否定しねえのか。都知事の警備が近江連合のヤクザだ。驚きだね。アホ抜かせ。わしらは警備会社の民間人や。関西弁やからって全員が近江連合なわけないやろ。勝手に決めつけんなや。ほう、よく言うぜ。俺たちのことは不審者だって決めつけたくせによ。お前はどう見たって。まあまあまあ、ここは一つ落ち着けよ。なあ、お前らおとなしくそこをどけ。さもないと動くな。おいおい、随分物騒なもん出すな。火借りてえだけなんだが。ドクっていうか、民間の警備会社がそんなもんなんで持ってんだ。くそ、はめやがったな。まあええわ、バレてもうたならこのまま弾くだけ。安全装置外れてねえぞ。あ、
嘘だよ、小四郎止め。舐めやがってクソが。痛め、こいつら血祭りや。両手を合わせる。殺してやる。どうしようかな。見せてやる。当たった。なんや。よし、行くぞ。舐めるとか痛いのやつよ。とっておきだ。なめんなよ。頑張ります。奥の手。海隠しの。よし。してみろ。何してるんだお前たち。これは知事。お前たちは暴漢と市民の区別もつかないのか。けしからんぞ。いえ、はい、申し訳ございません。お怪我はありませんか。私の警備がとんだ勘違いをしてしまったようで、バックミラー越しに事態が見えたもので、慌てて戻ってまいりました。さあ、今夜乙姫ランドに一人で来い。俺も一人で行く。お怪我がなくて本当に良かった。この度は本当に申し訳ございませんでした。警備の者たちはしっかりと教育をしておきますので、何卒ご容赦ください。では次の予定がありますので、ここで失礼いたします。なあ、ああ。ねえ。いいや。待った。おい。ああ。
よ、ハン・ジュンギ。一人で飲んでんなら付き合うぜ。そうですか。まあ特に断る理由はありません。どうぞ。そういえば春日さん、一応お耳に入れておきたいことがあります。ん？何だよ。コミジュルの者から連絡がありましたね。どうも私のことを嗅ぎ回っている人間がいます。どこからか偉人町にハン・ジュンギがいると聞きつけてきたようで。それってどういうことなんだ。まだ詳しい情報はありません。今はただ不審な者がいるとしか言えない段階です。とはいえ彼らが私に敵意を持ってこの町へ来たんだとしたら、春日さんたちも私のそばにいることで何かしら巻き添えになってしまうかもしれない。巻き添えになって結構さ。俺たちは仲間だろ。仲間だからこそ迷惑をかけたくないものです。バカ野郎、仲間なら迷惑かけてなんぼだろ。あんたにかけられる迷惑なら大歓迎さ。不審者でも何でも来いってんだい。熱い男ですね。嫌いじゃないですよ。あんたの予想じゃその不審者は何者なんだい。確たる根拠はありませんが、人言派の残党である可能性が高いですね。人言派？じゃあ、あんたのお仲間だった連中かよ。どうでしょう。彼らにしてみれば、死んだはずのボスを影武者の私が語っているのです。それを許せないと考えたのかもしれません。その場合彼らの目的は私への制裁です。制裁って？私を殺そうとしている可能性もある。ならよ、もう反順義じゃないって素直に影武者辞めりゃ済むんじゃねえか。かもしれませんね。大体いつまでも別人で居続けんのってどうなんだよ。人間ありのままが一番ってもんだろ。もう名前も顔も元のやつに戻しちゃえよ。名前はともかく、顔はそう簡単にコロコロ戻せませんよ。それに不審者の侵入はまだ詳しい情報待ちです。慌ててアクションを起こさずとも大丈夫でしょう。あんたがそう言うならそれでもいいけど、油断してたとこを襲われてやっぱ備えときゃよかったとなりゃ恥ずかしいよな。なるほど、肝に銘じておきましょう。ったく、すました顔しやがって。少しは人の話も聞いたってよかねえか。そんなに褒めないでください。照れますよ。褒めてねえって。
おう。ねえ。なあ。こんなところで生まれたんだな、お前は。お久しぶりです、若。会いたかったんだろう、俺に。お前の聞きたいことなら分かってるさ。どうして俺が名前まで変えて政治家になったのか。どうして俺が東条会の壊滅に加担したのか。あとこの体も気になるか。昔は車椅子だったもんな。全部答えてくれるんですか。ああ。病気はアメリカで治した。肺の移植手術を受けてな。知ってるか？向こうじゃ移植の順番が金で買えるんだ。だがどんなに金があっても、ヤクザの息子じゃそれさえ難しいんだ。そのために、名前変えたんですか？手術のためだけじゃねえ。荒川真澄の息子として生まれたこと。病気のせいで青春時代を人並みに謳歌できなかったこと、そういう人生そのものを書き換えるために名前を変える必要があったんだよ。でもその結果、今じゃ都知事と幹事長を兼任する政治家になれた。どうした？おめでとうございますの一言も言ってくれないのか？素直に言えないんですよね。政治家になるってのはそんなに嬉しいもんなんですか？政治ってのはいいもんさ。ヤクザみたいに暴力で支配するわけじゃない。法律に準じて人々の暮らしを良くする。おかげで多くの人間から感謝されてるよ。小笠原を殺しましたよね。うん？ああ、リスクマネージメントさ。どういう意味ですか？だってあいつはお前に拉致られてブリーチジャパンや俺の内情をベラベラと喋ったんだろ。あいつはそういう男さ。やつは一言も喋ってませんなんて言ってたけど、目を見りゃわかるよ。だから処分した。本当かどうか確認もしねえで、なんでそんなに簡単に殺せるんですか？じゃあ聞くが、あいつは本当に何も喋らなかったのか？どうだ？そりゃ、ほら見ろ。リスクマネージメントというのはそういう危険を事前に。でも一緒にブリーチジャパンを立ち上げた仲間なんでしょう。それをためらわずに切れるかどうかがトップに求められる決断力さ。親父だってそうだっただろう。ガキの頃から面倒見てたお前にあっさりと身代わり出頭を突きつけた。親さんは俺を切ったわけじゃありません。あの時荒川組を守るためには俺が出頭するしかなかったんです。荒川組を守る？沢城の頭が殺した鈴森って男は東条会の直系組員でした。もしも頭がパクられることになったら、三次団体で隠したのを荒川組はけじめをつけさせられますから。
お前が身代わりになんなくたって沢城はパクられなかったさ。それ誰にもわからないっすよ。いやわかる。なぜなら沢城は鈴森を殺してないんだから。え？そういえばお前と最後に会ったのもあの晩だったな。覚えてるか、大晦日に行ったカムロ町のクラブ。へえ、若の彼女さんの誕生日で。あの夜は散々だったな。若、いつからそこに？あの若。おう、用足しは済んだのか。俺は帰るからそれで払っとけ。余ったら血拭く時にでも使え。酔っ払いだ。何やろ、具合でも悪いのか。見るんじゃねえ、見るんじゃねえよ。起きろや。こんなとこで寝てんじゃねえよ、酔っ払いが。なんだてめえ。ここはうちの組のビルだ。とっとと出て行け。ヤクザか。社会のゴミが。なんだとてめえ。わざわんじゃねえ。カムロ町でヤクザをちょくるなんていい度胸してんじゃねえ。どっから来たおのぼりさんか知らねえが、カムロ町の怖さをたっぷり教えてやるよ。素人がモデルガン出して生きがってんじゃねえよ。どこで買ったんだ？え？田舎のおもちゃ屋か？あ？おもちゃだと思ってんのか。本物なら撃ってみろよ。ほら、どうした？ほら、さっさと引き金引いてみろってんだよ。撃てねえよな。見せかけの偽物じゃな。二度とでけえ面すんじゃねえぞ、ハンパモンのクソ。てめえ、いい加減に。
しろ。俺やっちまった、殺しちまった。この男は鈴森。ああ、俺は沢城に起きたことをそのまま伝えて家に帰った。誰にも目撃されなかったのはラッキーだったよ。じゃあ俺は若の代わりに出頭したってことですか？そうさ、親父は大切な一人息子を守るためにお前をお上に売ったんだよ。しかし親父もそのままをお前に告げるわけにいかなかったんだろう。だから沢城の身代わりって筋書きを作ってお前に頼み込んだんだ。まんまとあいつの口車に乗せられたお前は喜んで出頭したってわけさ。それでもまだお前はあのクソ親父を信じられるのか？絶望すんのもよくわかるぜ。懲役18年ってだけでもひどい話だが、ひどいのはその後だよな。勤めを終えて出てきたお前をあいつはバーンだろ。ひでえ話だよな。頼んだぞ、イチ。なんとか言えよ、イチ。それでも俺は荒川のおやっさんを信じてます。ふん、じゃあ俺からも一つ聞かせてくれ、イチ。お前なんで生きてんだ？なんで偉人町にいる？理由なんて。でも俺はどん底の一番です。どっからでも這い上がってくんのが俺ですから。そうか、まあいい。しかし何年経ってもお前の間抜け面は変わらないな。怒りを通り越して懐かしささえ覚えるよ。嬉しいぜ。そいつは光栄です。俺はてっきり今夜はめられるんじゃないかと思ってたんですけどね。でも若は約束通り一人で来てくれた。俺も嬉しいです。殺されると思ったか？お前を殺すことなど議会の答弁に比べれば朝飯前だよ。だが生かしてやる、昔のよしみでな。その代わり条件がある。二度と俺と俺の親父に近づくな。いいな？じゃあ俺からも若に条件を出させてもらいます。偉人町から撤退して久米の出馬も取り消してください。何？生意気なこと言うようですけど、久米は国会議員の器じゃないっすよ。民事党内でも同じ見解だ。現に後ろ盾がなければあんな世間知らずの若造は落選するに決まってる。だったらなんで久米なんかを出馬させるんですか？俺の価値を知らしめさせるためさ。え？想像してみろ。
久米がトップ当選を果たしたら、その時民事党の奴らはどう思う？青木亮の推薦は何の実力もない若者をトップ当選させるだけの力があるのだと理解するだろう。そして青木亮というネームバリューは荻窪にとって変わる価値があると思い知るはずだ。久米は若の引き立て役ってわけですか。選挙とはまさに駆け引きのゲームなんだよ。だったら偉人町再生シェルターもそのゲームの一部に過ぎないってことですか。あのシェルターか。あれはなかなか役に立つ優れものさ。なんたって不法滞在者を一網打尽で捕まえられるんだからな。捕まえる？ビザの取得をサポートしたりするんじゃん。まさか今さら彼女らにビザが降りるわけがないだろう。シェルターから入管まではバスで行き、その後はそのまま強制送還だ。そんな、それじゃ彼女たちを騙したのか。犯罪者を一掃して偉人町を再生するシェルター、名前に偽りはないね。じゃあ若は俺の条件を飲めないんですね。飲めないね。なら今夜の交渉は決裂ってことですね。勘違いしてるようだが、今夜は交渉ではない。さっきも言ったろ、お前を生かしておいてやるのは俺からの情けだ。それを無下にするなら好きにするがいい。どういうことっすか。若は一人で来るって聞いてましたが。若の最後の情けを無駄にしやがって。愚か者が。すげえしませんか。こっちは約束通り一人なんですよ。こっちだ一番。うっ、おい、えい、そうだかい。お前らなんでここに。おら、どけどけ。逃げるわよ。見ろ、やっぱり罠だったじゃねえか。ほう、中の連中ナイアゴロを取りこぼしたようやな。わしら控えの出番や。ええとこ見せて沢城の頭にアピールすんで。突っ切れ。おう。やってもらう。手加減しねえぜ。よし。ほら、俺よ。さあ、何や。積み重なったね。たまらんな。よし、行くぞ。やってみろ。とっておきだ。レジェンドだ。してみろ。どうしようかな。やめんな。見せてやる。誰に当たるかな。たまらんな。どうするかね。なめんなよ。行くぜ。ケースだらけの。行くで。頑
なっちゃったね。相手に随分大げさなんじゃないですか、頭。まあな。だがお前は撃たれても生きてた男だろ。念には念を入れたまでだ。こいつが大光に撃たれても死なへんかったってやつですか。どんだけごっついやつかと思ったけど案外普通でんな。侮るな。確実に息の根を止めろ。せやったら頭と手足を切り落とすっちゅうのはどうでしょう。それならさすがに生きてられへんでしょ。やり方は任せる。マグロならぬ人間解体ショーをお見せしますで。終わったらあいつの首箱詰めして明日の朝には届けますわ。守備よくやれ。頭は帰るんですか。お前らの汚い血でスーツを汚したくないからな。汚れ仕事は全部部下任せですか。あんた荒川のおやっさんの下で一体何を学んできたんですか。おやっさんおやっさんうるせえな。その言い草には昔から虫唾が走ってたんだ。まあまあ言わせたってありましょう。どうせあいつが物言えるのもあと数分の話やし。おしゃべりは十分だ。さっさとやれ。ほな解体ショーの始まり始まりや。やる気だけで十分。やっちゃうよ。俺の番だな。なんやんかい。見せてやるよ。絶対負けない。私は負けんなよ。見てなさい。たまらんな。やってみろ。どうしようかな。ほら来いよ。奥の手当たって吹っ飛ばしてやる。元気満々やで。俺の番か。してみろ。私に勝てますかね。やってやる。ゲスだらけの。これや。絶対負けない。舐めると痛い目見ますよ。やってみろ。たまらんな。いい感じや。よし、行くぞ。たまらんな。舐めないでくれ。取っておいて。
頑張ります。見せてやる。誰メンタルかな。よっしゃ、ザクロリア、どうするかね。ほら来いよ、行くぜ。ゲスだらけの、うわっ、ほら、血の足、俺の番だな。見せてやるよ。はい、ありがとよ。どうしようかな。やってみろ。奥まで。何が出るかな。やるか。うわ、これや。なめんなよ。よし、行くぞ。とっておきだ。やんのか。頑張ります。見せてやる。どれが出るかな。来てみろ。やめるな。やめないでくれる。よし。よし。
えと。やめるな。よし。どうしようかな。見せてやる。ほら来いよ。何が出るかな。やってみろ。私の番ね。とっておき。回復。何がだよ。俺の番か。やってやろう。出しますよ。手加減なし。頑張ります。奥の手。どうにかなあれ。絶対負けない。ちょっとしんどいな。邪魔すぜ。さあ、どうしてやるな。俺の首を箱詰めにして頭に届けるとか言ってたよな。頭も驚くだろう。箱の中におめえの首を見たらな。めっちゃ気持ち悪いやつだったわね。オウミにはこんなのがワンサがいんのか。日本一の極道組織だ。これよりもヤバいやつらだってゴロゴロいんだろ。そんな連中がどんどん偉人町にやってくるの、勘弁してよ。一番浜子さん、どうしたんだ。今シェルターへ行ってきたんだよ。シェルターへ。あの子たちの忘れ物があったから届けようと思って。そしたらあの子たちどこにもいないんだよ。シェルターの職員も全然取り合ってくれないしさ。一体どうなってんだか。落ち着け浜子さん。一緒に探してくれよ一番。浜子さん、あの子たちはもう日本にはいない。シェルターは彼女たちを強制送還させるためのネズミ捕りだったんだよ。そんなあの子たちは自分が生まれた国に頼れる人間なんていないんだ。だから偉人町に身を寄せていたんじゃないか。私はあの子たちの幸せだけが生きがいだったんだ。なのに、なんでこんな結果に。浜子さん、私がシェルターなんか進めなけりゃ、もっと早く気づいていりゃ。浜子さんはただあの子たちを思って行動しただけだ。悪いのは浜子さんじゃない。そうよ、自分を責めないで。浜子さんは最後まで誠実だったわよ。ごめんよ。畜生。浜子さん、ひとまず休ませたわ。ありがとう、サッちゃん。どんどん偉人町がぶっ壊れていくな。ハン・ジュンギが言ってたの覚えてるか。俺たちも行くあてがあるなら出て行った方がいいって。本当に考える時かもしれねえぞ。逃げんのか。だってよ、もう取り返しがつかねえとこまで来ちまってんじゃねえのか。取り返しがつかねえか。ちなみにナンバーはどっか行く当てがあんのか。いや、すぐには思い浮かばないけどよ。足立さんは親もとっくに亡くなってるし。
今さら行く当てって言われてもな。サイコはとてもじゃないけど妹とお父さんを置いて出ていけないわ。じゃあ決まりじゃねえか。決まり？何が？みんなここから出ていけるような状況じゃねえ。そりゃ俺たちもコミジルもリューマンもみんな同じだ。だったら抗うしかねえだろ。取り返しがつかねえってんならなおさら取り返してやろうじゃねえか。でも賞賛があんのか？そんなもん必要ねえ。昔荒川のおやっさんに言われたよ。賞賛があって殴りに行くのはただの弱い者いじめだってな。でも賞賛もなしに殴りに行くってのはただの無鉄砲ってもんだろ。ちげえよ。賞賛なんて考えらんねえ強いもんに立ち向かう、それが本当の喧嘩だ。俺らの敵は民事党に近江連合、日本の表と裏のてっぺんだ。上等じゃねえか。思いっきり喧嘩してやろうぜ。日本の表と裏の頂点に喧嘩かな。さすがに足立さんもビビっちまってんの？バカ言え、相手に不足はねえ。やってやろうじゃねえか。ただその表の頂点ってのに警視庁も加えてくれねえか。そうだった、もちろん分かってるって。よっしゃ。ったく、呆れるくらいどうしようもない人たちよね。まったくだ。でも好きなんでしょ？うん、そんな自分にも呆れちまうよ。ナンバーサッチャ、俺らと一緒に。はいはい、もう結論出てるから。さすがは俺たちの仲間だ。でもナンバーはどうなんだ？お前は弟さんの無事が確保されたことだし、結婚の話だって本当にいいのか？俺がそんなに薄情に見えるか？こうなら地獄の果てまで一緒に戦って弟の結婚式のスピーチのネタにしてやるぜ。決まりだな。どいつもこいつも今に見てろよ。